どうしてもその消防の活動っていうのは昔ながらの伝統を引き継いで進めていくっていうところが僕自身の認識では大きかったので、それを一つ何かしら壁になっている部分をそういった未来の取り組みで改善していくっていうのを新しい視点でできるっていうところが一番大きな意義だったかなと思ってます。この大阪関西万博っていうこの万博会場をですね、一つの小さな町と見立ててですね、ここで実証実験をできるということはまたとないチャンスでした。今回作り上げた地域支援システムというものをですね、大阪消防局さんと一緒にいろいろディスカッションしながら、この会期中もですねブラッシュアップさせながら進化させてきています。でこういうその現場の活動のされている方の直接の声をいただきながら開発できるということは、まあ、めったにない機会ですので、日本だけでなくてですね、世界の街で使っていただけるような防災システムを作っていきたいと思っております。我々本当に消防車ばっかり作ってきて、消防車ということには本当に知見があったんですけども、我々が想像していた以上の現場の過酷さだったり大変さというのが分かってきましたので、我々ももちろん消防車も引き続きやるんですけども、取り組まないといけないところというのはもっと他にもたくさんあるということを気づかされるいいきっかけとなりました。